そんなところに、なんか降ってきてるっていうことで、多治見電力さんでーす。お邪魔したいと思います。なんとここにはですね、噂のシーボットがあるんですよ。二人乗りの可愛い電気自動車。実はね、今日免許証持ってきたんで、乗らせてもらうんですけれどもね。はい。あー、楽しみ。行ってみまーす。じゃあ今日はですね、なんと多治見電力さんに来ました。イエーイ、ありがとうございます。ようこそ多治見へ。ありがとうございます。社長の磯崎さんと営業部の西尾さんに今日はアテンドしていただきます。よろしくお願いします。はい。で、多治見電力さんといえばですね、太陽光の設置とかメンテナンスとかってとこから地域新電力をやられていて、で、なんと今日シーボットを乗らせてくれるということで練習してきました。私ここまでレンタカーできますから。そうなんですね。はい、出番なので、ということで楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい。あ、じゃあちょっとまず自己紹介をお願いしてもよろしいですか。自己紹介。はい、私株式会社エネファントで代表してます、磯崎健三と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。磯崎さんは、創業されてもう何年になるんですか。今年でちょうど10年。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい。では西尾さん、お願いします。営業。はい、そうですね。はい、エネファントの西尾と言います。エネファントに入って2年目になりますが、社長との付き合いはもう10年ぐらい。あ、そうなんですね。まあ、学生の時に知り合ってたので、だいぶ10年越しで一緒にお仕事をする仲になったという形です。一応まあ営業部っていう話ですが、割とこう雑多になんか何でもやりますね。とりあえずよろしくみたいなのが僕に回ってくるので、だいたいそういう役割をやってると思います。何でも屋さんですね。何でも屋さんです。はい、はい、よろしくお願いします。専務ですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。今あのシーポットを企業さんの方に、シーポットってあれ、シーポットサービスについて、はい、まあ、あの多治見っていうのはあの名古屋の、ベッドタウンみたいな機能があって、地方都市です。なので、まあ、車がないと生活がなかなか成り立たないっていうような街で、まあ、街としてどうやってこの車を上手に、使っていくのかっていうことがすごい、多治見も他の地域も大事に開発なテーマになっているんですが、今回のシーポットっていう新しいこの車格の車はトヨタさんから出されたということで、これはどうやって地域で使っていったらいいんだろうみたいなことを、まあ、考えて今いろいろとやっています。で、まあ、我々の、まあ、あのやって元々やっているパワーポートを作っていくっていうような事業と、まあ、電気自動車っていうのはすごい元々相性がすごいいい中で、まあ、トヨタさんのシーポットもそこを組み込むような形で一緒に何かしら事業ができないかなっていうことに今挑戦しているっていう段階です。そうなんですね。はい、ちなみにシーポット乗られてますか？乗られました？あ、一応もう社内営業者としては使ってるんで、はい、一般というか営業部に関しては、まあ、営業は全員ほぼシーポット乗ってますし、一応導入してから全員通勤で使ってみようということで、まあ、遠いところだと多治見から、まあ、隣の春日井市、愛知県の春日井市のところまで往復で行った人もいますし、はい、まあ、結構長距離みんな一回通勤で乗って、まあ、坂のなんだろう、アクセルの踏み心地はどうかとか、はい、まあ、そういったものを含めて、はい、一旦全員一通りは乗ってたりします。あ、そうなんです。乗り心地はどうですか？乗り心地はまあ、良くも悪くも普通に。普通に。じゃあ本当通勤して普通に乗るぐらいだったら全然使えるし、ね、っていうような感じなんですね。はい、で、実際に特に多治見市内だと細い道もすごいやっぱり多くですね。はい、なので結構横幅広いんです。そうすると結構こう慣れてない方みたいな
にすると、そういう意味ですっちゃうっていうのが結構正直あったりするんです、はい、シーポットの場合本当にかなり小型なので、その細い道とか行くにはすごい営業としても回りやすいですし、まあ、実際に試乗会なんかで地元のタイル屋さん、はい、かなり細い道で運転してらっしゃる方なんかに乗ってもらうと、やっぱりこれだったらぶつけなさそうだねとか、乗りやすいねとかっていうのがやっぱりいただくので、まあ、そういった意味で言うと乗りやすいというか使いやすいというのはいいかなと。働こうかっていうサービスは、社員の方に社用車でシーポット乗ってもらって来てもらうみたいなサービスだと思うんですけど、会社さんでその充電するときは太陽光で充電したり、充電が溜まりきったら、それってその施設で使うんですか、会社で？そうですね、いろんなケースがあって、電気自動車に充電して余ったものに関しては、例えば横の会社の事務所で使ってもらうケースもあれば、余ってしまったものに関してはもう系統に返すっていうような場所も当然出てきます。Cポットを使ってもらったお客さんの反応とかっていかがですか？そうですね、実際に最近もその一社タイル屋さんなんかも使ってもらってましたが、結構街中の移動、営業も結構街中の移動があったりとか、マンションの前の狭いスペースに駐車しておくと、本当の車であればこう、なんていうか、白線、歩道の白線からだいぶ出るところを逆に収まっちゃってるみたいな、まあ、写真を実はインスタに上げてもらってたりとかもしてたんですけども、まあ、全然なんか使い勝手は良さそうだなっていうのは感じてます。はい、喜んでいただけるし、可愛いしっていう感じなんですね。はい、なんか結構会社もおしゃれな感じですけど、マイインターンのっていう映画をテーマに、あれをテーマにするんですね。はい、エアコンでプロペラがついてるとこ初めて見ました。じゃあ社長の自転車もあるんですか、ここには？僕の自転車？マイインターン、ほら車内でね、自転車乗ってますよね。自転車はそういう意味ではありますもんね。外にあるんですね。おにぎりは社長の手作りですか？僕じゃないです。地面さん。すごい、すごい、いいですね。なんかすごいおしゃれなキッチンですね。玉ねぎ？はいよ。お客さんに確認して OK もらったら、それで進めてもらって大丈夫です。はい、よろしく。今日も影響取ってきたよ。はい、じゃーん。ということで、多治見電力さん来ました。なんとですね、このオフィス、岐阜で一番おしゃれなオフィスっていうことで、なんと自己認定しているんです。素晴らしい。これ見てください、見覚えありませんか？これ契約おめでとう、満員ターンのあれですよ、あれ。ということで、これなんとですね、今のこのコロナ禍にも対応しておりまして、Zoom部屋なんですけど、各エネルギーの偉人たちの名前があるんです。これですよ、これフレミング、知ってますよね、左手の法則、愛情、熱情、勇気のフレミングの法則。これハーツレンタカーですね、ハーツレンタカー。それからすごいですね、これダル、あ、これバットですね。はい、これわかりますよ、バット、何ワットですね。これジュール、ジュリエット、違いますか、ジュール、熱ですね。はい、ということでなってます。あ、すごい、しかもここ喫煙所もですね、またおしゃれな感じになってるんですね。で、なんとですね、ここには10年前になんと創業を始めて、創業10周年目の大社長がいるんですね。プロ野球選手になりたかった社長なんですね。ちょっと行ってみたいと思います。失礼します。こんにちは。こんにちは。エレファントの多治見社長です。はい、こんにちは。ようこそ多治見へ。西尾さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今日はシーポットに乗れるっていうことで、はい、楽しみに来ました。どうぞ。ありがとうございます。じゃあちょっと近くで見せていただいてもいいですか？はい、どうぞ、こちらです。まあ、かわいいですね。これ2人乗りですよね？そうですね、2人乗り用ですね。はい、
トヨタさんの電気自動車ということで、はい、そうです。じゃあ早速ですね、はい、充電されているところを見せていただきましょう。はい、めちゃくちゃちっちゃいですね。そうですね、全長がだいぶ少ないので本当に1台乗用車が止まるところに2台止まれるぐらいの大きさなので、はいはい、まあ、そういった意味ではなんか駐車場の確保っていう意味ではすごいいいサイズの車なのかなというふうには思います。そうですね、はい、ペーパーの方にも便利。あ、そうですね、はい、はい、で充電器刺さってます。じゃあどうぞ抜いちゃってください。ありがとうございます。これは普通の EV の充電器で問題ないんですね。はい、ありがとうございます。ちなみにこれって1日乗ってて充電切れとかしないんですか？あ、よほどないですね。あ、そうなんですね。フル充電で大体 150km ぐらい。あ、結構いけますね。走るので、まあエアコンつけてても100キロ弱ぐらいは走るので、はい、基本的には乗ってて困ることはあまりないかな。へえ。で、帰ってきてここで充電してればまた溜まっているみたいな、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。これって会社の方に貸し出しているものなんですか？はい、そうですね、会社の方の、まあ、従業員向けのに貸し出しているケースが多いです。あ、そうなんですね、すごい。じゃあちょっと早速乗ってみてもいいですか？もちろんです。ありがとうございます。ということで、シーポット乗ってみました。ありがとうございます。はい、めちゃくちゃちっちゃい、かわいいです。で、これですかね、これがドライブ。そうです、基本的にはボタン3つしかないので、はいはい、ドライブをしてもらえれば進みます。わかりました、はい、で今、一応送風にしかなってないので、はい、エアコンボタンを押してもらえるとエアコン出てきます。お、そういうことですね、はい、ありがとうございます。はい、これって充電できるんですか？そうです、そうです、 USB ですね。すごい、ありがとうございます、はい、ではですね、早速カーボードがあるらしいので行ってみたいと思います。はい、お願いします。では、はい、パーキングはフットなので左足の近くにあります。これ、あ、それですね、はい、左足です。こうすると、はい、で、ドライブで OK です。はい、行きます。はい、もうそのまま OK です。はい、なんと私のこの運転を晒すことになるとは。左が見にくいんで僕見ますね。右だけ気をつけください。左が見にくいですね。そうですね、左だけまだです。はい、まだですね。はい、次の車が来たら OK です。はい、 OK です。はい、はい、お、動く、すごい、当たり前ですけど動きます信号を左にお願いします。いいですね。はい、そうです。はい、なんか教習所みたいなのですね、すいませんね。今ちょっといろいろと止まってますが、はいはい、あそこの左に見えるのがカーポートです。はい、お、これですね。それです。おお、結構大きいんですよね。大きいですね。これ何キロワットぐらいなんですか？一応、転圧で抑えてるので、はい、一応 9.9 キロの抑えてます。そうなんです、はい、端っこまでみっちり。そうなんです。すごい近かった、よかったよかった、本当にもうペーパーだから。せっかくなんでここの道をまっすぐ行ってもらえると、はい、坂道のあれを体験できると思います。坂道を、はい、ちょっと細いので気をつけください。わかりました。まあ、細い道もね、シーポットなら。そうなんです、そうなんです。ほう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 。一応この辺りが見通しも悪くちょっと細いので、はい、気をつけていただけるといいかなと思います。はい、そのまま道なりで OK です。はい、お、確かに細いですね。この辺だと本当車ないとね、生活は難しいですもんね。いや、本当にそうですね。はい、実際にどうですか、アクセルの踏み心地とか。いや、なんかなだらかな感じしますね。あ、なるほどなるほど。そうですね、はい、道なりでやると大丈夫です。やっぱ電気の認知度低いよねって言って、うん、どうしたらみんなが興味持ってくれると思いますかって言ったら、電気のプロとしてお仕事をしている我々がしっかりそのあたりを整備していって、うんうん、
なんでしょうね、そのサービスを受ける側は別にそこまで考えなくてもいいんじゃないかなっていうのは、まあ、思ったりするところもあるんですよね。なるほどですね。それはおっしゃる通りですね。なので、まあ、僕たちよく働こうかっていうあの電気自動車の取り組みや、はい、クリエネっていう家の取り組みも含めてなんですけど、はい、あ信号左で、はい、あのエネルギーアザーサービスっていう風に言って、はい、まあ、電気を電気として売るんじゃなくて、電気をこうサービスとして販売することで1キロワットアワーあたりの価値を高めようっていう話をいつもしてるんですけども、まあ、乾電池とかまさにすごい高い価値を生んでるものだと思うんですけど、まあ、そういうものを我々がしっかり出していくことで、あの例えば再エネを勝手に含まれているようなサービスを使うと再エネが導入されていくよねとか、まあ、そういったことを逆に我々が考えていけると、まあ、考えていた方がいいんじゃないかなっていうのは僕は個人的にはちょっと思ってたりもします。いいですね、はい、確かに。それさっき増田さんもですね、同じようなことを話してましたね。なるほど。まあ、電気って当たり前だから別にお客さんはそんな詳しくなる必要はないんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。ただ安心していいものを提供できたらそれでいい、はい、おー、戻ってきましたね。はい、戻ってきました。ありがとうございます。ないかみたいな。なるほど。はい、大丈夫です。はい、行きます。はい、いやー、よかったよかったです。これは、はい、はい、帰ってきました。帰りなさい。ありがとうございます。これはパーキングでここですね。そうですね、はい、で、あとはニュートラル押してもらえれば。ニュートラル、はい、で、パワーで出ます。ありがとうございました。いえ、仕事とても快適に回していただきました。よかったです。はい、ありがとうございます。